九州北部では氷点下下9度以のの強強いい気がが流れ込み、冬型の気圧配置ままってきょう昼前にかけて雪が断続的に降り平地、山地ともに大雪となる恐れがありますきょう午後6時までの24時間に予想される降雪量はいずれも多いところで山地で30センチ平地で15センチとなっています。また、 沿岸地域では非常に強い風が吹いていて昨日は北九州空港で25.7メートル福岡空港で24.7メートルの最大瞬間風速を観測しました気象台は路面の凍結電線や樹木への着雪などに注意するよう呼びかけています